すいません。本田さんどうでしょう。はい、顔見して。はい、じゃあこっちに切り替えようかな。たまに暴れて走ってるだけでめっちゃ笑えるけど。ねえ。そう。こちらに上にもね。はい、ゴンちゃんちょっと熱測るよ。はい、身体検査。はい、じゃあ点滴からね。はい、あ、でも1回は入ったのか。そうですね。4カ所ぐらいあるんで、誰かわかんないけど、これが。あ、4カ所ぐらい入ってました。だけど、餌の種類が違うのと、他のもやっぱり。毛玉とともに入ってるのもあると思うけど、この時期になると。そうね。そう。季節の変わり目、たくさん毛が抜けるから食べちゃうんですよね。はい、まあ、この子が起きた時にね、結構保湿してブラッシングしてるから抜け毛少ないかもしれないけど。いや、これにしてるとみんな寄ってくるから、近くの子はやってるけど、すごいですよね、抜け毛は。切っておいて噛まれないから持ってる。ポンタちゃんは持ってるの？ごめんなさいね、ちょっともう取ってください。大丈夫大丈夫。この子は大丈夫です。ポンタちゃんは大丈夫ですね。
おっと、やだった。もう目の前で本当にね。オッケー、じゃあ私先生お願いします。この子絶対削れが良くなりますよね。はい、ちょっとパサパサでしたもんね。落ち着いちゃう、それが疲れる。緊張してない、うん、諦めろ。本人が一番楽になってって分かってると思う。10月のこと思えば、まあ、ここに来るのだから、この上台の上に乗るのは嫌だと思うんですよね。見てる時にあ、ボンタって自分の時